はい、今日はポッピーさんの、ポッピーさんとキノコさんの、コラボレーション動画の収録ということで、渡辺家で VR の撮影をさせてもらおうと思います。ロープにポジティブな感じがあって、すごくフォトシュートしやすかったです。ロープの受け方って人さんもね、それぞれなんですけど、なんか楽しんで受ける人とか、痛いところがあるかなとか、怖がって受ける人とか、いろんなタイプがいるんですけど、やりやすく思います。前半の縛りのが楽な縛りなんですけど、後半の点緊迫っていうんですけど、構造上痛くなっちゃうような縛りなんですけど、なるべく負荷減らすために、うまく枚数の回数増やしたりとか、でもね、大体ね、痛くなっちゃったりとか、事故る原因になるので、腕にかかんないようにしまったりとか、そういうちょっとしたテクニックを使いながら、なんか美しくやってました。お疲れ様でした。今日前半はキューブの中で縛って、後半はいわゆるその天井から吊ってるっていう筋膜で、どちらもすごい緊張感のある撮影でした。で、今日 VR180 の撮影をしたんですけど、 VR180 ってすごくこう縄の立体感だったりとか、縄のきめ細やかさだったりとか結構伝わるところで、今日ポッピーさんの肌の方が縄の跡とかついてたりとか、そこの凹凸だったりが結構見えてくると思いますので、ぜひ奥行きのある縄っていうものを VR180 でお楽しみいただければと思います。